今日はスイッチングレギュレーターを作ります。今こちらに手に持っているのがスイッチングレギュレーターです。ほとんどの人はスイッチングレギュレーターは何か知らないと思うので、とりあえずそちらを先に説明します。スイッチングレギュレーターがどこに使われているかの一例なんですけど、例えばパソコンの CPU 周りの電源に使われています。これはパソコンのマザーボードと、あと電源ですね。電源から出ている 12V の電源をパソコンの CPU 周りの電源に供給してあげるわけです。電源から来ている電圧は 12V ですが、その 12V を直接 CPU に入力することはできません。 CPU で使う 1.2V まで電圧を落としてあげる必要があります。電源から来た 12V の電圧がこの部分にあるスイッチングレギュレーターを通って、でそして CPU に使う 1.2V の電圧に変換します。パソコンの CPU 周りのスイッチングレギュレーターの構成なんですけども、こちらの部分に MOSFET が2つあって、でこちらにインダクターで、あと出力用の電解コンデンサがあります。こちらは入力の電解コンデンサですね。こちらの MOSFET をスイッチングしてあげることによって 12V の電圧を CPU で使う 1.2V まで高圧します。今説明したのはデスクトップパソコン用のマザーボードですけど、ノートパソコン用についても同じです。この部分に CPU があるんですけども、裏面を見てみると、この部分にスイッチングレギュレーターがあるんですね。MOSFET とあと電解、こちらは積層セラミックキャパシタとあとインダクターですね。これを使ってノートパソコンの AC アダプターの電圧を CPU で使う 1.2V まで落としてあげます。実際 CPU 周りで使われているスイッチングレギュレーターはこちらの回路です。電源から来た 12V を、こちらの MOSFET をオンオフすることによって CPU で使う 1.2V に、変えてあげるわけですね。でこの使う部品なんですけども、MOSFET とあとインダクターとキャパシタを使います。回路の動作の説明だとかそういった難しいことはとりあえず後回しにして、まず回路を先に作り始めたいと思います。EasyEDA を使ってプリント基板を設計した後に JLCPCB を使ってプリント基板を製造します。ということで早速スイッチングレギュレーターを作っていきたいと思います。こちらがスイッチングレギュレーターに使うプリント基板です。でプリント基板と一緒にステンシルも注文しました。こちらのステンシルはソルダーペーストを塗るために使います。今回使う部品は表面実装部品だけです。なのでステンシルあった方が表面実装部品をハンダ付けするのに便利です。あとは部品類です。こちらは中国の LCSC という部品屋から買いました。電子部品屋さんですね。早速ソルダーペーストを塗っていきたいと思います。塗るときには使わない基板があると便利です。このように基板を並べておいて、でそこにソルダーペーストを塗る基板を置きます。そしてマスキングテープか何かそういったテープ類で周りの基板を固定します。こちらはステンシルなんですけど、このステンシルに穴が開いています。この穴の部分とプリント基板のパターンを合わせて、ステンシルの上側の部分もマスキングテープで固定しておきます。これはソルダーペーストを塗った時にすぐ取り出せるようにするためです。でまたこういうふうに閉じればすぐ塗ることができます。この上の部分にソルダーペーストを塗ったら、カードかなんかでこういうふうにしてソルダーペーストを広げてあげます。こんな感じでソルダーペーストを塗ってあげます。左側がソルダーペーストを塗った状態で、右側がソルダーペーストを塗っていない状態です。こんな感じでソルダーペーストを塗り終わったら、次は表面実装部品をこの上に乗せていきます。
これは入力部分の積層セラミックキャパシタ 2.2 マイクロファラドです。出力部分にも積層セラミックキャパシタを使います。22マイクロファラドです。これはスイッチングレギュレーター IC です。テキサスインストゥメンツのものを使いました。これはショットキーバリアダイオードです。これは出力電圧フィードバック用の抵抗です。2つ使ううちの1つです。こちらが2つ目です。これはブートストラップキャパシタです。スイッチングレギュレーターに MOSFET が入っているんですけども、そちらのゲートドライブ回路に電圧を供給するために使われています。この後ソルダーペーストのハンダを溶かす必要があります。リフロー用のオーブンを持っていないので、パンを焼くオーブンだとかホットプレートだとか、そういったのを使ってやる必要があるんですけども、今回はもっと簡単に終わらせたいので、こちらのヒートガンを使います。基板表面のリフローが終わったら、次は基板裏面にインダクターを乗せます。組み立てが終わったので、ちゃんと動作するかも試験します。この四角いやつが今組み立てたスイッチングレギュレーターです。スイッチングレギュレーターの入力電圧を変動させたとしても、出力の電圧が 5V 一定で動作しているなら、ちゃんと動作しているということになります。負荷の電離はだいたい 0.5 アンペアにします。入力の電圧は 7V から 30V の間で変動しても、ちゃんと動作するようにしています。ということで早速試験します。ブレッドボードの上で回路を組み立てます。基板上に積層セラミックキャパシタが付いてありますけど、外部には電解コンデンサーをつけます。そして抵抗を取り付けます。10オームです。そして電圧を見るためのプローブも取り付けます。こんな感じで準備できました。適当な電源を持ってきて、スイッチを入れると電圧 14V 出るようになっています。オシロスコープで入力の電圧と出力の電圧を見ています。これでスイッチを押すと、はい、出ましたね。黄色の波形が出力電圧波形で、青色の波形が入力電圧波形です。入力電圧をこういうふうに変動させたとしても、黄色の出力電圧波形は常に一定です。入力電圧を動作の加減より少し下げてみると、こんな感じで動作止まりますね。ということで問題なく動作できてそうです。これが今日作った回路です。動画の中ではスイッチングレギュレーターって言ってるんですけど、実際には高圧コンバーターですね。高圧コンバーターの回路なんですけど、ここに MOSFET とダイオード、インダクターとキャパシタがあります。ここの MOSFET 部分なんですけど、これは先ほど動画で作っていたあの IC の部分ですね。 IC の部分にこの MOSFET が入ってます。ここのダイオードとインダクターとキャパシタについては外付けの部品で作りました。高圧コンバーターなんですけど、まあその文字の通り電圧を高圧するんですね。どうやって電圧を高圧するかというと、ここの MOSFET の部分をスイッチングすることによって電圧を高圧しています。この MOSFET ですけど、スイッチみたいなものです。このスイッチをオンオフすることによって、この電圧を制御しています。高圧コンバーターが電圧を高圧できる原理なんですけども、まあこのスイッチをオンオフすればいいんですね。
高圧コンバーター2つの動作があるんですね。1つがスイッチがオンしてる、つまりスイッチが閉じてる時ですね。それとスイッチがオフ、つまりスイッチが開いているオープンの状態です。ちなみにキャパシタがあると説明がめんどくさくなるんでキャパシタは取っています。でこのスイッチがオンの時どうなるかっていうと、このスイッチとインダクターを通して、まあ、こういう風な電流が流れます。そうすると抵抗の両端の電圧はこういう風にピーって上がっていくんですね。その期間をまあ T オンとしますかね。で次 T オンの期間が終わって次モード2に入ると、モード2はスイッチが開いています。このインダクターには電流が流れ続けています。インダクターの電流は急にはゼロにできないので、まあ、このダイオードを通って電流が流れるんですね。こんな感じで流れます。 RL 直列回路の過渡現象をやってる人だと分かるんですけど、まあ、こういうふうな、こういうふうにまあ減衰していくんですね。部分がここです。こういうふうに電圧が下がってきます。でこの期間をまあ T オフとします。で結局この V2 の平均の電圧ってのはまあこういうふうになるんですね。この点線の部分です。結局負荷の電圧ってのはスイッチが閉じている期間と開いている期間の比で決まります。少し計算すると抵抗の両端の電圧はこういう風になります。この T4 プラス T オフってのはこの1周期分ですね。それが分母に来て、で分子の部分にはこの T4 の期間があります。で結局これはイコール DV1 ってなってて、この D っていうのはまあデューティー比とか通電率とか、まあそういう風に言います。結局 T オンを変えることによってここの電圧も変えることができます。 T オンを長くすると電圧は高くなりますし、 T オンを短くすると電圧は低くなります。しかも T オンに線形的に比例するんですね。今この電圧がギザギザしてますね。これ電圧リプルって言うんですけど、この電圧リプルを小さくしたい場合どうすればいいかっていうと、 T オンと T オフの比率を同じにしたままこの周期をですねもっと短くしてあげると、そうするとこの電圧リプルは小さくなります。それとはこのインダクターを大きくすることですね。もっと電圧を安定させたい場合はどうすればいいかっていうと、この抵抗の両端にキャパシタを追加すれば電圧はもっと安定します。入力電圧が変動しても出力電圧が常に一定の理由はここでフィードバックをしてるからですね。出力の部分に分圧抵抗があって、その電圧をフィードバックのところに入力してます。このフィードバックがどういうふうに働くかというと、入力電圧が高くなった時にはデューティー比を小さくするように制御して、入力電圧が低くなった時にはデューティー比を大きくするように制御します。そうすることで入力電圧が変動したとしても出力の電圧は常に 5V 一定になります。今入力電圧は 10V でやっています。出力電圧は 5V なので、デューティーはだいたい 0.5 くらいになっています。ここで入力電圧を大きくするとデューティーは小さくなっていきます。これは出力電圧を 5V 一定に保つためです。入力電圧を低くしていくとこのようにデューティーはどんどん大きくなっていきます。ちなみにデータシートを見てみると、スイッチング周波数は 700kHz で固定になっています。実際には 673kHz です。出力電圧にどのくらいリプルが乗っているかとか、そういったことも結構重要なんですね。今出力電圧の電圧リプル成分だけを見ているんですけども、これをどんどん拡大していくとこんな感じで電圧リプルが乗ってるんですね。だいたいピークからピークで 20mV くらいの電圧リプルが乗ってます。スイッチングレギュレーターとは違う回路なんですが、リニアレギュレーターというのもあります。三端子レギュレーターのことですね。リニアレギュレーターは低ノイズなことに評判があるんですけど、そちらの出力電圧の電圧リプルも見てみたいと思います。こんな感じで見てるんですけども、ほとんどまあ電圧リプル乗ってませんね。実際にスペクトラムアナライザーとかを使って電圧の周波数成分を見てみるとよくわかると思います。測定するときは適当な金属ケースに入れてやります。で実際に測定しているときは、まあ、こういうふうに蓋を閉めてやります。実際にスイッチング周波数、まあ、0.7MHz なんですけど、まあ、その部分でもこういうふうにスペクトルが立ってますし、まあ、その近傍の周波数においてもスペクトルが立ってます。まあ電圧リプルが乗ってるっていうことですね。三端子レギュレーターの場合はどうなるかというと、こちらも見てみます。三端子レギュレーターの場合は電圧リプルがほとんどないんですね。
なので三端子レギュレーターは、まあ、電圧リプルの少ないというか、まあ、ほとんどない、まあ、クリーンな電源だということですね。まあ、その代わり三端子レギュレーターの損失は大きいんですけど、まあ、そこら辺はトレードオフですね。ということで今日はスイッチングレギュレーターを作ったわけですけども、まあ、一つの IC の中に全部入ってるんですね。 MOSFET とあと制御回路と、まあ、保護回路も入ってますし、なんでまあすごい便利ですよね。ちょっとした周辺回路があればもうすぐ作ることができると。まあ、スイッチングレギュレーターの出力の電圧リプルがまあちょっと大きいので、どういう用途に使うかっていうのはまあ選ぶと思うんですけども、まあ電子工作くらいならね十分使えるレベルだと思います。入力電圧が可変でも使えるっていうのがやっぱりいいですよね。あとリニアレギュレーター、まあ三端子レギュレーターと比べて発熱が少ないっていうのもまあかなりいいです。もしこの動画気に入ったならコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは動画のご視聴最後までありがとうございました。